はい、どうも。低山放送、鉄道です。お疲れ様です。ちょっとね、夜なんで声のボリュームちょっと絞り目でいきたいなと。もうすごい真っ暗、ということでね、よろしくお願いします。田舎の夜は暗くて静かということでね、はい、よろしくお願いします。この間ね、昨日一昨日かな、働きやすい職場認定制度のお話ね、しました。まあちょっと本音がポロリしてしまいましてね、関係各所にはご迷惑かけたかもしれません。ごめんなさい。ただね、まあ本当のことでしょ。嘘はついてないのでね、僕ね、この動画一貫しても昔からね、嘘はついていないという、そういうポイントがありますので、嘘ではないんですけれども、まあ参考までにしてくださいねというお話をしました。ただ運送会社なんてもうどこもブラックだよっていう人いるじゃないですか。もう、何かって言えば、まあ、ブラック。嘘、ブラック。トラックの運転手、ああ、やんない方がいいよと。あんなとこもう人手不足で、なぜかというときついし、もう長時間労働だし、もう重労働だし、もうやめた方がいいよ、あんなは。先輩は意地悪だし、上司は息が臭いよと。そういうことをおっしゃる方います。だったら、今あなたの働いてる会社はどうですかっていうお話になるんですけど、僕ね、結構転職サポートとか、まあ、相談室とかもあるんですけど、そういうのを有料で、はい、やらせていただいてます。転職サポートなんかも2万円というね、超高額でやってるんですけど、それでもやっぱ月に1回か2回ね、買っていただける人がいまして、それで、今回ね、ちょっとこの転職サポート2万円のね、買っていただいた方から、ご挨拶のメールがご丁寧に届きましてですね、それをお話ししたいなと、つまりこのいい会社っていうのは少数ながらあるんですよというお話、ですね。はい、ちょっと読ませてもらいますね。名前、会社名は伏せさせていただきます。ご無沙汰してますと、昨年転職サポートをいただいたほにゃははですと。まあここ名前は、言いません。大変遅れましたがお礼を言いたくて LINE しましたということでね、ご丁寧に本当にどうもありがとうございます。僕も商売でやってるんですけど、商売でやりつつもこんな感謝のメールをいただくっていうね、まあ痺れますね。はい、続けます。昨年の9月に、これまあ会社名に入社し1年が経ちましたと、個人的には不満もなく、無事に過ごせていますと、僕の、テイザーさんの情報のおかげですと、ありがとうございますというお礼の、コメントをいただきました。LINE でね。はい、以下の条件で働いてますが、条件としてはいい方でしょうかと、疑問、今働いている、会社に、対しての疑問をもらいました。泊まりなしと、泊まりの運行はなし、つまり地場配送ってことですね。長距離なしということで地場配送。窒素水素を中心とした高圧ガスのトレーラーの運転手さんだそうですね。高圧ガスの運転手さん、1日平均の拘束時間が約12時間と、概ね、1時から5時の出勤、まあ朝早いですね。まあ12時間なんで、まあ1時に出勤したらそこから12時間っていうことなんでしょうか。平均だいたい12時間ぐらいということですね。日曜祝日は基本休みと、月に1回ぐらい出勤あるかも。土曜日は仕事か、なければ会社で待機ということで、まあ日曜祝日がお休みということでしょうね。はい。そして、年収が550から600万、ということ、月給の支給、まあこれ、40万から43万ぐらい、総支給、ボーナスが36万かける2回ということで、このぐらいの待遇なんですけども、どうですか？いい方ですか？ということで、ご質問いただきました。お礼とともに。はい、どうもありがとうございます。そして僕の、返答としてはいい方だと思いますよ、っていうことで、テーザーサポートを利用していただいて、本当にありがとうございますと。お礼を開始しましたということなんですけれども、これいいと思いません？年収550万から600万、ということで、まあトレーラーの産業ガスの運転手さん、こういう会社まああります、探せば。ただ、普通に探せばこういうの出てこないじゃないですか。まあ運送業に転職した人、まあ考えてる人とか、いやそんな会社あるみたいな、そう思いませんでした。この人要は去年の9月に入社して1年、つまり初年度で600万ですよ。はい。ということは次の年、その次の年と、重ねていけば多少なりとも年収は上がっていくということなので、こんないい会社どこにあるんだよと、というご質問あると思いますけど、やっぱそういう会社は確かに存在していて、そしてそれを知っているのは長年やっぱ運送業界にいる人、これまあやっぱり製造業であっても、建築建設業であっても、いい待遇の会社とかいい会社を知っているのはやっぱその業界に長年
いる人が、やっぱあそこの会社いいよねとか、あそこは段違いだねとか、あそこに行ければもう一生安泰だねっていう、あの情報は、やっぱ一つや二つ誰でも持っているもんだと思います。そして、まあ僕みたいに、もうあちこち、あのいろんな業種手を出していると、あっちの会社もこっちの会社もこう情報を集めて、僕なんか実際にその会社行ったりしますからね。休みの日とか、仕事終わった後にその会社に行って、あ、もうだいぶトラック帰ってきてるなとか、もう車庫の、乗用車見て、あ、結構なんかいい車ばっか止まってるなとか、そしてもうあの運転手さん捕まえて、ちょっとここの会社どうですかみたいな、あのそういうことまでします。そのぐらいリサーチ僕はしてますと、あのそういうことなんですけども、なのでいい会社たくさん、まあ調べていて、調べた結果イボだったっていう、もうあの空振りも結構たくさんありますよ。あの話聞いてみたら、いやうちは別にみたいな、あのそんなのもよくあります。そしてまあ運転手の仲間とかその先輩の、情報を引っ張ってきて、あのこういうところってどうですか、良さそうですけど知り合いいますかとか、その知り合いに電話して聞いたりとかっていうリサーチの仕方僕はやってますけれども、それのまああのフィードバックとして、あの最強中小みたいなあの記事を書いてます。このあのこの方もね、あの入っていただいたこの会社も、僕の最強中小の記事に出ている会社です。こんな会社でも、ゴロゴロ出てますよ。あの、僕の書いた記事にはこんな会社ばっかり。うん、あの、たくさんお金もらえる会社もあるし、あとはここまでもらえなくても完全にホワイト労働で、もうあの、体の負担全然ないですよと、年間休日125日ですみたいな、そういう会社さんももちろん出てます。いい会社っていうのは、あの、まあ、万人にとっていいかどうかはちょっとわからないので、やっぱ休みがいいのがいい会社、休みが多いのがいい会社でしょっていう人もいれば、やっぱ給料たくさん欲しいよねと、あの日曜日さえ休めれば別にあの金が欲しいよねみたいな、なんだったら日曜日休まなくてもいいっすみたいな、あのそういう人もあの満足できる、いろんな人が満足できるように、まあいろんな会社を僕はあの記事の中で書いてるんですけど、こういうまあ年収600万、こういうやっぱあの実際にもう働いてみて、あ、よかったです。そして、あの、実際1年働いた結果、このぐらいの収入でしたっていうリアルな声が聞けたので、今回のなんかお礼のメールは本当にね、ありがたくて、あの、動画で話していいですかって聞いたら、あ、どうぞ話してくださいということなんで、まあ、名前と会社名だけ伏せて、ちょっと今回お話しさせていただいたということなので、皆さんの会社、皆さんの周りにもね、こういう待遇のいい会社、ちゃんとした待遇をしてくれる会社っていうのは、あの、確かに存在するんですよ。するんですけれども、なぜその会社が見つからないかって言えば、人に困ってないからですね。今人手不足って言われてますけど、こういう待遇のいい会社って募集しないですよね。だって待遇がいいからみんな人がどんどん来て、ちょっと今足かきますけどなんかかゆいみたいな、あので人が補充されて、そしてまあいる運転手の紹介でうちの会社すげえいいよってなったら、なんだ紹介してくれよみたいな、あのそういうことになるのであんまり募集しないんですよ。ただやっぱなんかのタイミング、定年退職が出たとか、あのまあ増社したとか、そういうタイミングで募集したり、あとはまあその会社のやり方として、いつでも門は開いてますよみたいな、うーんみたいにこれはまあ言えないですけど、あのある大手のガス会社みたいにいつでももう門は開いてますと、あの面接来てもらって全然問題ないです。ただあのうちは人手不足ではありませんと、ただいい人材がいれば確保したいんですという意味で、あのずっと募集しているっていう会社さんもあります。これはまあいい会社の例として、うーんはんとかちょっと言っちゃったあのいつでも募集している、ただそこに入るまでには相当きつい、あの3次面接ぐらいまで、あったり、あとあの公安系の、コア系のって言うと、あの、文字が少ないんでバレちゃいますけど、あの、言わないですけど、あの、すごいね、あの、面接まで、面接まで行くのは簡単なんですけど、入るのは難しいみたいな、そういう会社さんもあります。いい会社っていうのは、まあ、結構たくさんある。ただそこの、いい会社の情報まで届かない。やっぱり、業界のこと知らなければ、その会社がいいか悪いかわからないので、こう自分で調べても、例えば、あんまり業界知らない人がネットでかき集めたみたいな、情報商材買ってみたり、もう数万円みたいな、そういう情報商材、僕もね、買ったことっていうか、その情報商材は買わなかったんですけど、あの、買った人が僕のオフ会で見せてくれたことがあるんです。あの、こういうのを送られてきました。あの、まあ、数万円、あの、高級ソープ一回行けるぐらいの値段出して、これでしたっていうの、あの、パラッと見たら、もう会社名だけずらーっと出てる。
多分なんか資本金みたいなのがもう何億みたいな会社を日本全国の多分ネットから引っ張ってきて多分書いたんじゃないかみたいな、そんな感じの情報商材もあったり、うわ、これだったら誰でも書けるんじゃないですかみたいな、そういうのあったりします。なので、やっぱ数万円出すと、そういうのじゃない、もうちょっとこう、なんですかね、もっと掘り下げて情報欲しい、と思うんですけれども、やっぱ、その程度の情報商材だったり、そして騙された人はそんなの当てになんないよと、とりあえずもう何度も何度も言って、いい会社探すしかないよっていう結論になると、やっぱり時間もお金も無駄じゃないですか。精神的にも疲弊する。ただいい会社っていうのはほんの一部存在するので、その情報をどうか掴んでほしいなと。それはやっぱりリサーチが必要かなと。なので、さっき言ったような待遇の会社、僕のノートの記事にはゴロゴロ出てますよ。そんなの 日本全国は僕網羅はしてないですよ。してないですけれども、その程度の会社だったらゴロゴロあります。そしてゴロゴロ書いてあります。もっともっとね、僕もリサーチ進めていって、たくさん会社、調べたいなと。そしてもう、なんだったら、その会社に、行って、もう、なんかこう、スポンサーになってくれませんかみたいなね。そのぐらいまで活動はしたいなと思ってるんですけれども、そういう会社じゃない会社って、やっぱりね、こう、こうなんですか、募集慣れしているんですよ、逆に。悪い会社、ブラック企業ほど、募集慣れしているから、人を寄せ集める、ように、こう、上手に書くんですよ。うちの会社も、先輩も優しくて、給料もたくさんもらえてとかね。で、やっぱね、給料のところにね、高給優遇とか、高待遇とか、きっちり、金額を明示してない会社とかね、そういうのもう芋、そんなところに行かない方がいいです。高級優遇だったら試しがない。そんな会社。最近減りましたけどね。あと、年齢によって変わるので、詳しくは面接でみたいな、はっきり明示しない会社あるじゃないですか。そんなのね、できないわけないんですから。安月給だと、人が来ないから、そして長時間って書くと人が来ないから、うまーく高級優遇とか、いろんな手当がありますとか、年齢考慮しますとかって言うんですよ。考慮なんかしないしない、絶対しない。いい会社っていうのは、もう淡白に書いてあります。だって自分の会社はいい待遇なんだもん。そんなに小細工必要ないんですから、はい。なので、いい会社の、情報、まあ、求人情報は、わりかしそっけないですよ、みたいなお話もしました。はい。なのでですね、世の中にほんのちょっとだけある、いい会社。これはまあ、運送業に限らないと思いますけど、僕はまあ、運送業のことしか知らないので、運送業に限って、こう、まあ、フォーカスして喋ってますけど、こう、どんな業界でも、さっき言った建設でも製造でも、いい会社っていうのはほんの一部、まあ、業界が10とすると、まあ、そのうちの1とか 0.8 とか、そのぐらいしかいい会社ってないんですよ。ただ逆に言えば、10のうちの1、つまり1割はいい会社が存在するんですよ、確実に。なのでそこを、調べて、きちんと、前情報としてリサーチしてほしいなと。で、芋会社に何社行っても一緒ですから、なるべくいい会社に一発で行ってほしいなということで、最強中小の記事をね、書いて販売しております。これ間違いないですからね。はい。お礼をいただいたのは、まあ、ないとは言いませんけど、ほんの数例。こちらはね、でも記事を買っていただいたんではなく、転職サポート、の方で、2万円払っていただいて僕がサポートしましたという、お話ですね。はい。まあ、サポートなので、別に何でしょうね。会社、この会社いいですよっていうお話もしますし、面接行くのに心細いですって言うんだったら僕がついてってもいいよって。面接のディスカッションのこのシミュレートしてもいいですよみたいな、まあサポート、あくまでサポートなので、必ず、いい会社に入社できますというサービスではありません。これもはっきり言いますけど、ただ、まあこの人みたいに、まあこの人だけではないですけど、結構ね、大手のいい会社、入った、本当に入ったんですかみたいなそういう人もいますし、まあ、こう、地方から出てきて、横浜でいい会社に入った人もいます。なので、こう、やり方とか、コツさえ分かっていれば、やっぱいい会社もね、募集はしているので、ワンチャン入ることが可能です。なのでですね、皆さん頑張って、就職転職活動をして、いい会社、運送業でもいい会社、たくさんあります。
まあ、たくさんって言っても、やっぱりその、10のうちの1みたいな、なんだろうこれ、1みたいなね、そのぐらいになってますけれども、はい、そこにピンポイントで行ってほしいなと、今回ちょっとね、お礼が嬉しくてね、このような動画撮らせていただきましたけどもね、はい、まあ、ちょっと夜なんでね、なかなか喋ると苦情が来てしまいますね、この辺で。以上です。あ、そうだ、低山サポートの方2万円、あとね、サポートじゃなくても、中小、最強中小の記事5000円いくらですけど、もうがっつり安いと思います。はい。こういういい会社一発でわかる、そんな会社のリスト、まあ、おすすめ理由とか仕事内容とかね、そういうのも書いてありますんで、もうすごい安いと思います。なので、もう騙され覚悟の人はですね、一発この記事買っていただければ、もう運送会社の転職に関しては悩むことこの先ないと、思ってます。はい、以上です。はい、ありがとうございました。ごきげんよう。完全に宣伝だったね、今回の方が。